Ken, Ken, The Rampage. Weekend, The Rampage. With Keen, Riku.さあ23時になりました。ウィークエンドザランページ放送していきます。お相手はザランページリーダーのジンとボーカルのリクです。皆さんこんばんは。こんばんは。ということでですね、はい、もう間もなく10月ということなんですけれども、はい、今日9月23日、はい、今日ですねこの後我々の新曲つなげ絆をですね、このウィークエンドでオンエアしたいと思います。ということで、ね、この楽曲は、世界バレー TBS 公式テーマソング、に起用していただきましてですね、はい、まさに2日後ですね、9月25日には世界バレー女子の日本の初戦が、コロンビア戦が始まるということで、はい、いやワクワクしますね。やばいでしょ。普通にだってずっとさ、こうそれこそ LDH に、はい、元日本代表の栗原めぐみ選手が、所属されてますけれども、子供の時からさ、僕ずっと母親と見てたし、でそれこそそのね、応援ソングを担当されてる、憧れてる EXILE さん、はい、そして、サザンオールスターさんもやってたりとか、はい、彼のランペってヤバくねえかっていう、そうですね、びっくりですよ。いやなかなかね、こんな大きな役目をいただくなんていうこともないので、はい、いや嬉しいですけれども、まあね、そんな、今回の楽曲 TikTok だったりでもね、つなげ絆チャレンジもやってたりとか、はい、本当に SNS から僕らだけじゃなくてこの楽曲を聴いた皆さんが選手の皆さんにパワーを届けていってほしいなと、まさにこう気持ちをね繋いでいって、選手の皆さんにパワーを送りたいなという思いで、いっぱいですので、皆さんもぜひですね、このつなげ絆楽曲とともに、世界バレーも盛り上げていただければ幸いでございます。お願いします。ということでそれでは行きましょう。ウィークエンドザ・ランページ繋げ絆。お送りした曲はザ・ランページで繋げ絆でした。ウィークエンド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 リクザ・ランページ、ランページ from Exile Tribeウィークエンドザランページ、お相手はザランページリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、番組終了後11時30分からはニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信を行いますので、そちらもお楽しみにということで、はい、ここからはこちらの企画をお送りしましょう。単語メール。さあ、普段ウィークエンドがいろんな企画をやりすぎて、募集するメールの難易度が高いんだという声をいただきましてですね、はい、そんななかなかハードルが高くてメールを送れない人のために超絶簡単なメールを募集。それはメールの本文に単語を書いてもらうだけです、その単語を使って僕らがベラベラとおしゃべりをしていきま す, というす。つまり僕らのトーク力が試される企画です。そうなんです、はい、レパートリーとね、トーク力どこまで広げられるんだって話なんですけども、ラジオネームジョジョーシさん、単語コントローラ ー, おーコントローラー、まあ、絶対ジョジョ大好きだよっていうね。コントローラーね、そうですね、コントローラーですよ。プレイステーション、まあ、ファミコンね、僕親のファミコン、おとんが子供の頃使ってスーパーファミコンをちっちゃい時からやってたんですけど、そっからプレイステーションになり、プレステ2になりって、ね、いわゆる長方形の形って、まあオーソドックスじゃないですか、僕すごいなと思ったのが64、出てきた時に怒り型っていうんですか、はい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 、持ち手が3つあるじゃないですか、って、ね、64って、僕はあの形発明したいってすごいなと思う。だってあれあれにする企画段階で、じゃあ新しいゲーム64と書いて64出そうってなった時に、あの形で攻めれんのすごいなって僕思うんですよ。確かに。で、僕ら世代の方も前後かな、このね、28前後の方は多分リアルタイムだとやってたと思うんですけど、やっぱその発想力ってすごい、常識をさ、もう疑ってかかってるわけじゃないですか。しかも完璧に手にさ、フィットするし。フィットするわけじゃないですか。で、なおかつさ、裏にもボタンあるよっていう、ね、革命ですよ。はい。だからやっぱすごい進化してってね、今はなんかその、何コントローラーでも Bluetooth かなんかで飛ばして、ね、もう線もいらへんみたいな時代になって、な、どん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 軽くもなっていって、ね、なんならカセットもなくなってみたいな、データですね、データになるみたいなこととか、いややっぱすごいなと思いますよね、コントローラーのその進化。 やっぱ64あれちょっとね痺れますよね。それこそ任天堂つながり、僕スイッチ今日、またね
狩りに行ってますよ。あ、狩りにね行ってますか。好きですね。はい、はい、続いて左利きの自称美人さん。あら、お、自称美人、お会いしたいですね。会いたいですね。電車の乗り換え。あ、電車の乗り換え ね、 電車乗り換えね。これ通勤通学時はちょっとね、思い通りのねタイム感で行けないことが多いんですよ。やっぱ人ごみがね、こう混んでると、うん、思ったよりもねスピード ね、 ね出ないから。僕これ、まあ、東京在住の方、そして一部の方しか共感してもらえないと思うんですけど、うん、初めて上京してきて、うん、自由が丘で乗り換えて大井町に僕行ってる、たまに行く温泉があるんですけど、うんうんうん、自由が丘の駅ややこしくないですか。確かにややこい。なんかあれ難しいね。ほんまに RPG の主人公みたいに、あそこやろうなと思ってこうやって階段上がってって、でそのまま渡って降りたら違う方向に行ってるんですよ、あれみたいな。なんかわかります、同じフロアやのに別のああいうの、なんていうんですか、線というか、うん、路線ねに変わってて、うんうんうん、上下になってる、ね、そう上下、自由が丘は上下なんですよ。上下になってんだ、はい、あれが向こうの景色に立ってみて、あれ行きたいのあっちやのにみたいなことになったりとかして、だからちゃんと上のねあれ看板を見て動かないと間違えちゃうんです。これ聞いて東京出たことない、まだね、その別のエリアの学生さんとかは多分びっくりすると思うから、僕らはそれが普通で、普通やもんね、そうやってきたからね。続いて、カザバーンさん、はいはい、初めてかな。うん、初めてかも。サラダバー。サラダバーね。うーん、サラダバー、サラダバー単品のことを話してるのか、そのバイキングにあるようなサラダバーでもいいってことですか。でも僕らの聖地中目黒にもね、ある定食屋にサラダバーありますから。おー、あ、ある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 、ね、わかるでしょ。あるある、あの店ですよ。あるある、うんうんうん、助かるんですよね、自分が好きなさ、うん、サラダって頼むといろいろメニュー種類あるけど、うん、自分が一番食べたいものがちょっと少なかったりとかするじゃない。そうですね。もうちょっと本当は、じゃ例えばエビ欲しいのにな、かぼちゃ欲しいのにとか思っててもさ、意外と少ないみたいな、 あるじゃない。確かにドレッシング、ね、迷いますけど。何派ドレッシング。僕はもうあっさりいきたい。こんなにできてない時は青じそ、うん、できてる時はちょっとしみるんであれですけど、やっぱ主食に行く前のサラダじゃないですか、うん、だからなるべく味を残したくないなっていうのが、はい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 、僕個人的にはあって、ほうほうほう、でまあなんとなく栄養価の高そうなトマトとか、僕野菜好きじゃないんで、うん、その栄養価に逃げてるっていう言い方あれですけど、ブロッコリーとか。28位になってちょっと食事の概念変わった。そうっす、そうっす。食事は作業だって言ってたよ。そう、でも作業には変わりない。変わらないけど、体を作るという名目で、はい、もうだから動物と一緒ですよね、うん、体作るという名目で野菜を食べる。パフォーマーゆえな。だからなんか葉っぱみたいなのいっぱいは結構きつくて、葉っぱやんってなっちゃうから、申し訳ない、すいませんね。いや、いろんな考え方あると思います。僕やっぱ葉っぱやんってなるから、やっぱ、そしたら、謝れ、ブロッコリーはタンパク質多いしとか、うん、なんかそういう、トマトもなんかリコピンいっぱい入ってるしみたいな情報から、はい、そういうのばっかり取っちゃうっていう。すいません、ほんまにすいません。葉っぱやんやばい。みたいな。いろいろあるかもしれないですね。はい、いいですね。どんどんこんな感じで、何でもいいので本当に何でも広げますね僕たち。はい、はい、ぜひねコンプラさえ守っていただければ。そうですね、送ってください、はい、ということで以上単語メールでした。ではここで一曲お送りいたしましょう。 The Rampage で La Fiesta。 お送りした曲は The Rampage で La Fiesta でした。 Weekend The Rampage King Riku The Rampage From Exile Tribe。 さてここからはテーマメールです。現在実施しているのはこちら、 Weekend 集めた鑑定団。はい、僕らが、何かと集めてるエピソードを話すことが多いということで、このテーマではリスナーのあなたが集めているものを紹介しますが、うん、ただエピソードを紹介するのではなく、集めているものを撮った写真も一緒に送ってもらっています。そしてこのコーナーでは毎週チャンピオンを決定しております。チャンピオンはつどつど入れ替え制となっておりまして、例えば1週目でチャンピオンになった作品は2週目では暫定チャンピオンとなり、はい、その週のメールと対決するという形です、うんうん、現在のチャンピオンはラジオネームつびつびさんの思い出いっぱいのぬいぐるみです。よかったね。これね、まこっちゃんがゲストでね来てくれた時のチャンピオンなんですけども、今回どんな猛者たちが来るのか。はい、まあね、この
暫定王者を守れるのか守りきれるのかというフリフリさんのね、まあ、エピソード含めるとね勝ちやすいよっていうのがありますけど、そうなんですよ。いつも行きましょう。秋田県水さん。私のコレクションは柄シャツです、うん、色違いの生地を合わせたストライプ、幻想的なアート柄、全面に笠柄の3枚。シルエットやテイストがバラバラですが、どれも 1,2 年くらい前に一目惚れして買いました。1枚だけでそれなりにおしゃれに見える柄シャツ、ラブです。お気に入りすぎてヘビロテしてます。コレクションと呼ぶには少ないかもですが、鑑定お願いします、ということでいただきました。可愛 いですね。おしゃれな、好き。僕こういうシャツ、うん、特にストライプのやつとか。俺もそう、うん、欲しい。これあれなのかな、そのストライプ着るときは例えばちょっとなんだろう、おデートの時の決め服とか、真ん中は女子会、うんうんうん、で3一番右はなんか何気ないこう買い物の時みたいな感じ。あ、確かにね、うん、どれもね長袖のシャツで、うん、やっぱちょっとねカジュアルでもいいし、ボタン閉めるとね若干フォーマルにも着れたりとかするっていうので、うん、でも水、うん、さんのこの好きなシャツのシルエットが分かっちゃうのこれ、うんうんうん、大体同じ形。そうね、シャツでもいろんなさ、ちょっとこう胴が太かったりいろいろあるけど、そのシルエット感全部統一されてるから、水さんこういう形好きなんだな。いやもうこれ3枚集め出したら多分もうこれから多分もう今ねこのちょうどシャツぐらいの季節ですから、うん、止まんなくなるよ多分ね。止まんない。僕もシャツ好きなんでこれ共感できるな、うん、ありがとうございます。素敵ですね。いいですね。はい、続きましてラジオネームさきさん。さきさん、私の貯めているものですが、洋服を買った時についてるタグやガチャガチャをした時についてくる紙を集めてます。2年ほど前から1年間でどれくらい購入しているのか気になり集め始めたのですが、なかなか捨てられず今に至ります。見返したりすることはないのですが、今では愛着が湧いてしまい貯め続けています。保管方法も箱にそのまま入れておくだけなのですが、何かおすすめの保管方法ありますでしょうか。ちなみにタグは108個、ガチャガチャの紙は62個ありました。自分でもこんなに貯めてたんだとびっくりしております。これからも2人に楽しいラジオ楽しみにしておりますということで、石川県の方ですね。すごい数ですよ。すごいぞこれは。服のタグも100を超えてますね。言うに多分。あ、でもあれですね、結構あのいろんなブランドさんを、うん、ま、織り交ぜる、じゃあ多分ファッショニスタですねこの方は。うん、すごいすごいね。なるほどね。これいいな。素敵素敵ですね。うん、へえ、なんか、うん、生活感も感じれて、うん、いいですね。なんかさ、うん、このタグとかに関してはさ、なんかこうよく昔、なんか昔言ったら失礼かもしれないけど、ファイルになんかこうカード入れるファイルみたいなさ、うん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 、感じでこう切ってとかさ、はい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 、あるじゃない、うん、そういう形で保管してもね、うんうんうん、なんかいいかもね。確かにいいですね。その買った日順にさ、あ、じゃあ例えば1年間でこれだけ買ったんだなとか、いくら使ったんだなっていうのもなると思うし。うわ、すぐ取っちゃうな僕。タグ素手であの透明なやつバチンやっちゃうタイプなんで、僕もガッて言ってすぐポイッて捨てる。そう、たまにさめっちゃ強いやつでさ、身がさ食い込んでミーってなって、いってってなって、ただあのプラスチックのやつがあの伸びるだけっていう時もあるよね、うん、あるある。いや残しとけばよかったな。なんか確かにもったいないな、今あのある、ね、今から集めるのちょっと ね遅い気もするし。いやでもなんか後々ちょっと自分にゾッとしちゃいそう。確かに確かに、それもあるね。散財するとね。そうそうそう。でもこれ自体はすごい素敵ですね。素敵ですね、ありがとうございます。はい、続いて、ユミーさんですね。はいはい。私は彩雲写真コレクターです。見ると縁起がいいと言われている彩雲、それを見つけるたびに写真に撮っています。お送りした写真のコラージュはここ1年ぐらいで撮りだめたものです。彩雲を撮るようになってからこのご時世、大変ありがたいことですが仕事の収入が少しずつ上がり続け、ついに2021年会社も設立しました。おお、ものすごくラッキーということではないけれども、少しずつ確実に運が上向いている気がします。世話しない日々の中、ふと空を見上げた時に彩雲を見つけるだけでもテンションが上がりますよ、ということで。よっしゃ、社長ということですね。すげえ。いや、でもめちゃくちゃ綺麗ですね。でも。すごい。意外とね、あるようでなかなかない。彩雲。そうですね、真上にこう上がった太陽を撮ってる写真もあれば、うん、もう引きでね、うん、ちょっとこう街の情景だったり写しながら撮ってる写真もあったりとか、うん、いやでも雲の形とか厚さによってちょっとその時の天気の感じもわかるし、うん、いいね。こういうのまこっちゃん絶対好きだな。それこそそうね、まこっちゃんもよく自分のペースで急に街中で立ち止まって写真撮ったりするから、いきなり撮り出すからね。これまこっちゃん見たら興奮するだろうな。いや逆に僕雲が全くない時撮ります。ああ、
真っ青の時。僕この間中秋の名月の時は撮りましたね。なんかそういうのにもこう関心深くなろうと思って、うん、28歳なんで。僕はベランダでずっとこうあの見てちょっと乾杯しましたね、月に。おロマンチックやな、なんか、うん、すげえな。ちょうどその時母ちゃんとあの LINE でやり取りしてて、うん、中秋の名月だよ今日みたいな、うん、いや見とるわっつって、僕は見とるぜ。続きまして、はい、北海道の方ですね。ラジオネーム佐藤さん、はい、私はセーラームーングッズを集めています。子供の頃から大好きで、誕生日とクリスマスには必ずセーラームーングッズを買ってもらっていました、うん、子供の頃のグッズは近所の保育園に寄付してしまいましたが、大人になってリバイバルされたキーホルダーや再販の電池のおもちゃを集めて飾っています。今回撮影するにあたってセーラームーンと泉質長いのレンブラントも飾ってみました。どうぞよろしくお願いいたしますということで、素敵。大人になってもね、こういう子供の頃のさ、ものを大事にしたい思い、そうですね、素敵だなと思いますよ。うん、こうなんかロマンを買うってことですよね、きっと。そのそういうことだ、ね、当時の自分が好きだったものを、うん、ね、多分ね、このグッズを見る限りね、世代一緒だな、サットさん。ああ、うん、そう、あ、そうか、セーラームーンだから、うん、レンブラントも一緒に飾ってくれてありがとうございます。素敵です。これはあキーホルダーなのかな、キーホルダーがあったりとか、その変身アイテムがあったりとか、うん、ボタンを押すとそのキャラクターのセリフが流れたりするんですよ。人形があったりとか、うん、おしゃれ、可愛らしいですね。ねえ、可愛い。いいな。でもこの集め出してきりないやろな。きりない ね。最近その昔のこう遊戯王とかそういうカード系もめっちゃね、コレクターの方が多くて値段も上がってますし、すごいよね。だってカード1枚が何万円ってするんだよ、うん、しかもこのデザイン性がいいですよね、うん、なんかこの時代のものってすごいこう子供だけじゃなくて大人も楽しめるような配色になってたりとかする、うん、子供の時さ、変身ごっことかしたって川島さん、めっちゃやってましたね。やってたね、兄貴とめっちゃやってましたね。僕仮面ライダーですよ。僕はカーレンジャーです。カーレンジャー、おーカーレンジャーってポージングやって、その写真も多分どっか SNS かどっか載っけたんかな、うん、でも絶対お兄がおるから赤レンジャーなれないんですよ。取られるね。取られるんですよ。それがだるくて。めちゃめちゃだるかったの。もうだからもうお兄がもう、俺真ん中で赤って言って、僕は一生グリーンとかやったような気がしますね。仮面ライダー、龍騎とか牙とか真似してましたね。牙はだってでももう結構中学生とかね。ガブって言うのよ。ああ、中学生だ、中学生。そうそうそう。桃太郎とかのやつ。そう。あ、それ電王だ。あ、それ電王だ。あれはもうか、もう、スイカみたいな。やるだけで変身するんですか、ワイの強さにお前が泣いた、はいはい、って言いますかね。さあ、じゃあということで、もうこれ話し出しきりないんで、俺決まったな、チャンピオン決まった。うーん、おー、どうしようかな、めっちゃ迷ってんな。一回せーのです、指さすか、指してみる、いいよ、せーの、俺はこっちやったかな。ああね、なるほどね、レクさんこっちで、ね、すいません。ロマンとか、あ、まあでも相当パンチ力強いんで。なんか迷ったんですけど、うん、いやこれも素敵なんですけど、うん、じゃあそれをちょっと、じゃあいいですか。お願いします。はい。今宵のチャンピオンはつみつみさんの思い出いっぱいのぬいぐるみです。すごい、2週連続、2週連続、はい、防衛戦。はい。だから今までは割とリクさんと僕とではっきりこう出たじゃないですか、うん、この今回今週この人だねって、うん、で意見が分かれたので、うん、ちょっと今回は、うん、難しいなって、皆さん良かったんで安定にね、こうポイントが高かったんで、ってなってちょっとこう協議をした結果、うん、今回はこのつみつみさんのね、はい、やっぱこう思いが、うん、アイテムと同時に思いがね、すごく強かったので、こちら選ばせていただきました。今回、ご応募いただいた皆さん、本当に素敵な、はい、コレクションでございます。写真も皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ということでですね、このテーマではあなたにとってのとっておきのコレクションを募集しております。コレクションに関する説明、簡単なエピソードあればで大丈夫です。を書きつつ、番組ツイッターにアップしても大丈夫だよっていう画像を添付して番組にメール送ってください。はい、集めてるものは2個からで OK です。例えばシャーペン集めてるよって言って、シャーペンが2個写ってる写真を送ってきても大丈夫です。はい。ただただ、まあ川島さんがね、選定しておりますから、そのツボを抑えることも、まあこの普段からラジオを聞いてね、抑えるの大事かなと思っております。うん、受付メールアドレスは rmpg@bayfm.co.jp、 メールの件名にはテーマと書いてください。はい、以上ウィーケン集めて鑑定団でした。
ではここで一曲お送りしましょう。ザランページでザパワー。ザパワー。さあ、ベイヘムからお送りしてきましたウィーケンドザランページ、そろそろお別れの時間です。この後はニコニコチャンネルにてスペシャルな動画配信を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。ではここでお知らせです。9月25日あさってですねに、先ほどオープニングでかけさせていただきましたザランページの新曲つなげ絆の音源が解禁となります。いやということでですね、ガンガン聴いていただいて、同日9月25日に始まる、世界バレー女子の初戦ですね、はい、皆さんで応援していきましょう、はい、ということで、楽しみですね、選手の皆さんのご活躍。いやもう本当にどうかね、頑張っていただきたい。はい、日本中からですね、みんなでパワーを送りましょう、はい、ということでウィーケンドザランページ、ここまでお送りしたのはザランページリーダーのジンとボーカルのリクでした。頑張れ日本、頑張れ。